皆さんおはようございます。今日は2月の19日の土曜日です。今日は瀬尾医療連携事務所さんとのコラボ企画のオンラインの健康カフェを行います。で、今日なんですけれども、春、まだ2月半ばですけれども、春に向けてお肌すべすべになりたいということで、体の中から綺麗になりましょうということで、スムージーをします。で、スムージーというより、ミックスジュースに近いかもしれないですね。で、材料の方なんですけれども、これ、バナナですね。はい。はい。あとは、小松菜。これ、鶴岡さん、小松菜です。で、昨日スーパーに行ったら、人参、これ人参なんですけれども、フルーツ人参っていうのがあって、糖度が普通の人参より、高いということなんですけど、鶴岡だと甘い人参、冬を越した人参、すごく甘い人参があるんですけれども、まあそれが手に入らなかったので、ちょっと試しに買ってきてみました。はい。で、あとは、青きな粉ですね。こちらですね。はい。で、ヨーグルト。無糖のプレーンのヨーグルトです。で、あとは牛乳です。これを、混ぜるんですけれども、最初に少し牛乳入れてください。だと回りやすいので、で、小松菜ですね。よいしょ。小松菜は生です。で、人参を入れます。と、よいしょ。バナナですね。一気に回るかしら。とりあえず全部入れてみます。これだいたい2人分の分量になります。よいしょ。で、ヨーグルトを入れてですね。はい。で、きな粉は大さじ1杯まで。で、レシピには書いてないんですが、オレンジ、柑橘系を入れると味が、フルーティーになるというか、ただそれだけの話と、あとビタミン C ということで。で、ちょっとまた、これでちょっと回していきます。よいしょ。ちゃんと蓋は閉めてくださいね。ソイと牛乳を足します。はい。出来上がりです。で、ちょっとこの組み合わせの意図をですね、少しお話ししたいと思うんですが、先にできたので、ちょっとグラスに、グラスじゃないの、今
めた。すっごい栄養たっぷり。お肌すべすべですね。はい。こんな感じです。はい。でですね、今回の組み合わせなんですけれども、小松菜今、生でしましたけれども、青色、カロテンが多いということと、あとビタミン C ですね。で、カリウム、鉄ということで、あと繊維質はもちろんありますけれども、他の葉物用の野菜よりはすごい鉄分も多くって、カリウム、体の多い塩分を外に出してくれたりとか、むくみを取ってくれます。で、あと青色のカロテンをですね、油と一緒に取るといいので、今日は牛乳とヨーグルト、普通の牛乳とヨーグルト、低脂肪じゃないやつを一緒にしました。そうすることによって、より体の中に吸収しやすくなります。で、小松菜のお料理方法としては、熱と一緒に取るのもいいですし、あとは骨に丈夫になるということで、ビタミン D ですね。ビタミン D というのはキノコとか、あとは、そうですね、魚とか肉とかに多いんですけれども、それらと一緒に取ることによって、また、骨が丈夫になりますので、油炒めの中に、ちょっとツナ缶なんかを入れて、とか、そんな感じで、あとキノコ入れて炒め物にするなんていうのもいいと思います。はい。で、あとですね、きな粉使わせてもらったんですが、これ青きな粉なんですけど、余梅の方、この辺で言う余梅ですね。余梅の方の、青きな粉ですね。こちらになりますが、これはもちろん大豆なので、タンパク質になります。で、タンパク質の中のプロテインと、我々食べると筋肉になるというところで、すごく牛乳と乳製品と一緒に摂ると、より、運動をしてですね、筋肉が増えるっていうような、理由で今日のチョイスをいたしました。で、甘みは本当バナナとオレンジ、あとはお野菜の甘みになりますけれども、ちょっと足りないなという時は蜂蜜とか少し足して食べていただくと、飲んでいただくといいと思います。はい、今日はですね、栄養満点で春に向けてお肌すべすべというテーマで。スムージーを作ってみました。はい。で、この次は3月になりますね。3月はちょっとまた違うテーマでやっていきたいと思いますので、ぜひまたこちらに寄っていただければと思います。本日もどうもありがとうございました。さようなら、ごきげんよう。